アンディ・マンガンはフランスの画家、フォービズムの画家の一人とされる、パリで生まれた。絵を描くために15歳で学校を辞め、1894年には象徴主義の画家、ギュスターブ・モローの非正規の学生となった。モローのスタジオには当時アンディ・マティスやアルベール・マルケが学んでいた。1899年にモデルをしていたジャンヌ・カレットと結婚した。 1902年にアンデパンダンテムに初めて出展し、1905年には南フランスのサントロペで描くようになり、作品をサロンド・オトンヌに出展した。有名な画商、アンブロワーズ・ボロアールに認められ、150点近くの作品を買い上げられた。1908年に友人になったマルケとイタリアを訪れ、ブルターニュやノルマンディでも活動した。 1909年にヌーシュルセーヌに移り、この頃パリの有名画廊で個展を開いた。第一次世界大戦が始まると1919 19年までスイスで過ごし、ローザンヌの画廊で個展を開いた。1920年にヌーシュルセーヌに戻った。その後はパリの画廊での展覧会で活動し、サントロッペに集まった画家たちの作品を集めることになる。 アノンシアード美術館のプロジェクトにも関わった。フォンダシオンデール・ヘルミタージュ、マングイン、大心理破壊とデア・ファルベ、ローザンヌ、2018、ドイチェス・プラケージ・ビグレート・ブローシュアー・ツアー・オステルン、マングイン、ラ・ボルプテ・デラ・クルール・フォム2022ビス28、オクトーバー2018ジーン、ルイス・フェーリア、フォー・ビズマス、ダイ・ウィルデン・イン・パリ、エディションズ・ピエール・テレイル、パリ、1992、 ISBN2 から 879390532S211 ありがとうございます。